とある日、青森県のあるところに違法なバイオ研究を続けている研究所があるという情報が入り、直ちにブレイブポリスの中からデッカードとマクレーンが現地へ向かった。ホールドアップ、ブレイブポリス、デッカードだ。違法バイオ研究をした罪で逮捕。あれれ、誰もいないみたい。どうやら犯人は逃亡してしまったようだな。そうだね。でも一体ここで何を研究してたんだろう。何？うわあ、なんだマクレーンか。脅かさないでよ。人間っていうのはデリケートなんだからね。すまない、別に脅かすつもりではなかった。ところでボス、この奥に見てもらいたいものがあるんだ。なんなのこの部屋、まるで冷蔵庫みたい。なんだろう、なんかすごく大きいものが。怪獣だ。これは。発見された怪獣は人造巨竜ガワンと名付けられた。どんなバイオ技術で作られたのかを調べるために東京へ送られることになり、その任務も引き続きブレイブポリスが担当することになった。なるほど。だがガワンの輸送を中止する必要があるのか。相手は正体不明の怪獣なんですぞ。それをこの東京に輸送するなど危険極まりない。その任務をあんな子供とロボットだけに任せるなど。東君、我がブレイブポリスは優秀だよ。そしてガバンの輸送は彼らにしかできない任務だと思うがね。わかりました。そこまでおっしゃるなら何も言いますまい。ですが一部には保安のためガバンを処分すべきだとの論調があるようですぞ。もうすでに防衛軍の一部が動いているとか。防衛軍が？どうしたユータ、退屈なのか？最初はガワンが暴れ出したらどうしようかと心配だったんだけど、でももしガワンが暴れ出してもマクレーンがショットガンですぐやっつけちゃうよね。バンバン。いや、マクレーンはショットガンをめったなことでは使わない。え？なんで？マクレーンは博愛の精神をモットーにしているからだ。彼は物事を武力で解決するのは良くないと思ってるんだ。お話し中すまないが、ちょっと前方を見てくれ。妙な雲行きだぞ。わあ、戦車がいっぱいいる。止まれ。ガワン輸送の責任者、友永警部殿はおられるか。はい、友永は僕ですけど。自分は竹内純尉であります。突然お呼び止めした無礼をお許しください。中隊長殿、こちらが友永警部殿です。友永警部殿、自分は陸上防衛軍東北方面大隊第9師団の尾上誠也一等陸佐であります。特例304号により怪獣ガワン処分の命を受け参りました。はい、僕は自分はごめんね。でもね、形式上こう言わなきゃいけないの。それじゃあガワンは我々に渡してもらうわね。ちょっと待ってくれ。ガワンを処分するとはどういうことだ。我々はそんな命令は受けていないぞ。あなたたちが噂のブレイブポリスね。デッカードにマクレーン、ちょっとあっちをご覧なさい。その怪獣が暴れ出して市街地に入りでもしたら大変でしょ。そういう災害から人々を守るのが我々防衛軍の任務なの。そして今回ガワンの処分についてはできたばかりで経験の浅いブレイブポリスより経験豊富な我々防衛軍に任されたというわけなのよ。尾上陸曹は、ガワンのサンプルを採取せよ。は、サンプル採取後ガワンを処分する。ちょっと待って、話して。待て、そいつに近づくと危険だ。ご忠告ありがたいけど、
我々はバイオ怪物の処理には慣れてるんだ。カプセルを開けて皮膚組織を採取しろ。はっ。ん？なんだ。あの防衛軍の人食べられちゃった。やろう、職務の昼寝ってわけか。こいつ一体何が原因で急に巨大化してしまったのか。しかも今なおわずかながら着実に成長している。なんですって、ガワンの体内に入って飲み込まれた人間を助けるっていうの？そんなの無茶だわ。この服を着ていればガワンの中でも溶かされません。でも、とにかく僕が助けに行きます。それからこれは預かっててください。ガワンの中で落としたら怒られちゃうから。それじゃ行ってきます。ボス、大丈夫か？できれば私が代わってやりたいが、この体ではな。大丈夫。この発信機で僕の位置を知らせるから、便座シート弾で持って。ベンチレート弾だ。こいつを使ってガワンの腹に出口を作る。頼むぞユータ、頑張ってくれ。任してよ。んじゃあ、行ってこんな。ユータ、足元に気をつけてな。分かってるって。あんな子供がブレイブポリスのボスだとは、冴島総監も何考えてんだか。とにかくここで我々防衛軍の力をアピールすれば、あのデッカードタイプをこちらに引き抜くことも可能だわ。この新型の SP 式にしたって超 AI を搭載してない分、デッカードタイプにその性能は劣っているものね。まあ何にしても今回この SP 式の実践テストをしたいですな。中隊長殿。ん？何かあったのか。友永警部からの発信が急に弱くなってきて、発信が消えてしまいました。おそらくガワン体内の消化液により溶かされてしまったのでは。バカな、ユータが溶けてしまうはずはない。何かの間違いだ。でかい図体で騒ぐな。ユータ。ああ、やっちゃった。発信機を落として踏んづけちゃうなんて。ついでなあ。これで僕の位置を知らせることできなくなっちゃった。あれ？うわあ！あれ？なんだ、防衛軍の人が脅かさないでよ。助けて、姉さん。え、姉さんって？でも、どうやって友永警部を救助するっていうの？こいつを使うのさ。このベンチレート弾でガワンの腹部に内側と外側を結ぶトンネルを作るんだ。弾が弾かれたぞ。思ったよりガワンの皮膚は硬くなっている。それではユータの脱出口は作れないのか。これより作戦 A を開始する。配置につけ。おい、一体何を始める気だ。ガワンを即刻処分するのよ。いつ暴れ出すかわからないでしょ。ぜひ攻撃開始。攻撃は全く効かないと。はっ、ガワンがマチへ向かってる。総員にすぐ何としてもガワンを止めるのだ。奴をこれ以上マチへ近づけてはならない。総力を挙げてガワンを殲滅せよ。ユータ。
信号、防衛軍の攻撃が始まったんだ。まだ僕たちが中にいるのに。よし、全車両攻撃用意。目標、怪獣ガワン。待て、やめろ、ガワンを攻撃するな。なぜ邪魔をするの、デッカード。あなたは警察官でしょ。ユータはまだ生きているんだ。だがガワンがやられれば、ユータもガワンと共に死んでしまう。怪獣を町に近づけるわけにはいきません。そこをどきなさい。どうしてもガワンを攻撃するというのか。他に方法はありません。ならば私は全力で阻止する。デッカード、面白い、やれるもんならやってみろ。と何で、何をやってるんだ、デッカード。超 AI が加熱してるのか。その手を離せ、マクレーン。こいつはユタを見殺しにしようとしてるんだぞ。だからといって、こういうやり方で問題が解決するとは思えないが、そちらはどう思う。うん、まあ、そういうことね。OK、それではこの喧嘩は一時私が預かる。いいな、デッカード。ああ。それで話って何なの。我々のボスとあなたの部下を救出したいんだ。そのために10分だけ時間が欲しい。まだそんなことを言ってるの。彼らはすでに死んでると思うわ。残念だけど、ガワンに飲み込まれた防衛隊員はあなたの弟だそうだな。姓が同じなので、もしやと思いデータを調べてみたのだ。なぜ弟を見殺しにするのだ。弟だからといって特別扱いはできないわ。それに生きている可能性はほとんどないでしょう。たとえわずかでも可能性があれば全力を尽くす。私は人間ではないが、人間とはそういうものだと学んだ。あなたはそうではないのか。誠は私の弟なのよ。もちろん助けたいわよ。だけど私は怪獣殲滅隊の責任者なの。市場に流されて任務を忘れるわけにはいかないのよ。なるほど、人間というものはいろいろと不便なものだな。わかったわ。え、10分だけ待ちます。ただし10分を過ぎたら怪獣殲滅作戦を再開するわよ。 OK、 ありがとう中隊長殿。先ほどガワンを観察して気づいたのだが、ガワンは周囲の環境に応じて変身するようだ。はじめガワンはカプセル内に密閉されていた。そして空気に触れた途端に皮膚を硬質化し巨大化して、その環境に順応した。その変身中にだけは奴の皮膚は柔らかくなるようだ。奴の皮膚を柔らかくさせるためにはまた別の環境を与えればいい。例えば水の中とか。川の水に触れたガワンは新しい環境に順応するために変身を始めるだろう。その時なら奴の皮膚も柔らかくなり、ベンチレード弾も使えるはずだ。よー、今だ、デッカード、橋を落とせ。了解。なんとしても橋が落ちるまではここにいてもらうぞ。これ以上町へ近づけたら危険だ。 SP 式を出しましょう。まだ10分経っていないわ。しかしこのままでは怪獣は橋を渡り切っちまう。約束は約束よ。もう少し様子を見ます。マクレーン、パワージョー、なんか面白いことやってるってんだね。ダンプソンと二人で冷やかしに来たんだ。ダンプソンか。総監の命により参りました。必ずボスを救出せよとのことです。よし、全力でこの橋を落とすんだ。橋が落ちるまでガワンもあそこにするんだ。了解。早く
早く橋を落としてくれ。時間です。どうします、中隊長。飲み込まれた防衛隊員はあなたの弟だそうだな。ユータはまだ生きている。私はユータを助けたいんだ。あなたは弟を見殺しにするのか。 SP 式を出します。はっ、ガワンを殲滅します。いや、我が隊はブレイブポリスに協力し、ガワン体内の人間を救出するのだ。やはりそうなりましたか。了解しました。ブレイブポリス、聞こえるか。ん、お前らのやり方じゃその橋は100年経っても落ちないぜ。あとのことは俺たちに任せて、お前らはよそ行って昼寝でもしてな。手伝う気があんならもっと早くやるってんだ。ほんじゃ、お言葉に甘えてあっちで昼寝でもしようぜ。分かってくれたか。撃ても増して固くなっている。なんとか奴を攻撃するのに効果的なポイントを探さねば。あれはベンチレート弾で作った穴。そうだ、あそこを通して炸裂弾を打ち込めば奴は内部崩壊を起こすかもしれない。よし、やってみる。よし、ましたか皆さん。友らは警部は自ら足でまといとなり、その救出作戦のため橋を一つ壊し、しまいにはあろうことか例の怪獣を市街地の中へ侵入させてしまうところだった。一体この責任をどう取るつもりですか。どうって言われても。まあ東君、幸いにも一般市民には被害はなかったのだし、ここは一つ大体ですな。佐江島総監、あなたは失礼します。今は会議中。陸上防衛軍東北方面隊中隊長尾上誠也一等陸佐であります。誠也さん、今回の不祥事の責任は我々東北方面隊にもあります。もしも友永警部を処罰なさるのでしたら、自分を含めて東北方面隊第9師団員全員もどうぞ存分に処罰なさってください。なんだと。お、これはやられましたな。この連中すべてを処罰するとなると大事ですぞ。しかしよくもまあこれだけの人員を動かせたものだ。それだけ指揮官の人望が厚いのでしょうな。どうもありがとう聖夜さん、おかげで処罰されずに済みました。自分が任務を完璧に遂行できなかったのがいけないんです。中隊長殿、申し訳ありませんでした。いいか尾上陸曹、
これから2つの注意を与えるからよく聞きなさい。1つ、この世に完璧な人間など存在しない。肝心なのは同じミスは二度犯さないことだ。それとあともう1つだが、たまには姉さんって呼んでよね、まこと。わかったよ姉さん。よし、オッケーそういえば姉さんって呼んだの久しぶりだな。どう、ゆうたくん、これで私も少しは人間らしくなったかな。え、マクレーン刑事にもそう伝えてね。さてと、そろそろお腹すいたわね。みんなでお昼食べに行きましょう。もちろん私のおごりよ。さ、行こう行こう。どうしたの、泣いているの。あくびしただけさ。もしかしてママに叱られたの。Oh, no. 違うよ。街中それが気に入らないって言うんだ。こんな流行は変だって文句つけるんだよ。石頭、流行りの格好して何が悪いんだよ。次回、勇者警察 J デッカートレンド